おおすごい豪快な陰流しです。暴力陰流しと言っていいでしょう。はい、先ほどもう完全に洗ってるので大丈夫と思いますが、ちょっと熱いんじゃないかなこれ。米沢泉のフィールファイン TV です。妙見温泉安楽橋バス停の前のにバス停におります。バス停にいますね、すいません。ご覧のように左側にね、楽園荘さんの、朝まで泊まらせていただいた楽園荘さんの入り口があります。ですね、実は楽園荘さんさっき気がついたんですけど、11時になる前10時台はまで、電話をすると無料でね、あらかじめ電話をしておくと無料で延長が可能ということで、実は延長させていただきまして、10時半までになんとか画像の公開作業まで終えて公開することができました。大変ありがたいです。次回からこのシステム活用させていただきたいと思います。さあ、そんなわけでバスが来てる音するんだけど、どういうことこれ。トラックかな。あ、トラックでした。はい、焦りましたが、本日も、夜というか夕方も、ここ函館出ます。函館じゃないよ、入ってるね、鹿児島出ますが、その前にねちょっと立ち寄り入浴をやっていきたいと思います。そして最後空港で飲んだくれようとね、昨日見ましたけど単価高いんだけど、まあ仕方ないねってことでね、カードで払えるからね、ひゃ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 。はい、さっきの音は間違いなくバスだったんです。そうそう、これなんかねバスね、この対岸の道ずっと登ってくんだよね、一旦で引き返してくるっていう、昨日レポートし忘れましたけど、記事写したっけ。はい、というわけでやってまいりますね、一旦ね、あそこに出てるのだと思うんだよな。はい、はい、安楽橋バス停から1分遅延の妙見路線バス3行バス運行じゃない、鹿児島交通バス運行、早戸駅前行きに乗ります。お待たせしました、発車します。ご注意ください。よいしょ。整理券ピンと合いません。米沢拓です。はい。日の草バス停5分遅れでおりました。ぶっちゃけこの通りが大渋滞で、400m 4分かかってますね。歩くのと同じじゃんっていう。霧雨降ってますね。霧島だけになっちゃって。さあ、本日日向山温泉の家族用2つぐらい回ろうと思ってます。過去1個だけ入ったことがあるんだね。日向山温泉です。行きましょう。はい、日の差バス停から、600m 京竹温泉さん、向こうにも松陽温泉って別の家族で、まさに鹿児島南九州家族風呂文化なんですけど、さあどんなもんでしょうか。18番ということで1時間300円2人以上だと500円です。はい、そう、そしてこの畳の台、これはなぜか南九州で必ずある畳の台です。一体座るには高すぎるっていうね、なんだかよくわかんないけど、これはこういうもんなんだよ。これは南九州の家族風呂です。はい、電気つけて脱ぎまくり、汚いね、脱ぎまくって早速入りましょう。清武温泉さん、ドアが壊れてる。お、これは薄いモーニング香りがこんな感じしますね。はい、とっとかけ流しされております。さあ、さすがにこれはかき湯中小というか、小あ、適応ですね、やばいね、これが日向山温泉の。はい、というわけでかけ湯もしました。入りましょう。よいしょ。あ、ないとこだぜ。本当にすいません。後で立て替え直しておきます。はい、というわけで、どんどんかけ流されていますね。気をかけられる先生。はい、味は。モール味、まあ、ほぼ、水とは全然違うんですけど、はっきり検知できる味がない。
強いて言えばものすごく薄くしたほうじ茶みたいな香ばしさがあるんですね。そんな感じ。温度は40度強だね。かなり上でございまして、これは極楽なの。これで1時間300キロは素晴らしいね。ありがとうございます。はい、ひよたけ温泉賞味50分で使ってましたけど、もうすぐ出る時間がないと。もう今日帰るってことでね、朝シャンプーしなかったですね。あの景色してるんで、ここでも大丈夫だということでね、いつも持参しているスーパーマイルドシャンプーとコンディショナーで洗濯もできましたよ。もうそのシャンプーのリンスを取りに行って戻すときみたいにずっと出っ放し、入りっぱなしです。本当にいいよね、この竹目の企業。はい、清武温泉1時間ちょうど出てまして、100メートルも立たないところにこの昇竜温泉っていう別の温泉があるんだけどね、ちょっと湯あたりしそうだからね、今ギリギリだったんでね、ずっと浸かりっぱなしでちょっとスルーですね。また次の機会に入りましょう。家族湯です。南九州万歳。はい、清武温泉から徒歩1キロです。こちらは清姫温泉さんお宿ですが、家族呼びやってるということでね、こちらに入ってみましょう。温泉宿だってさ、そりゃそうだ。なんかすごいことになってますね、いろいろね。こっちでいいのかな。はい、システムがいろいろわかんなくて、500円、4人まで500円、1時間500円、30分以上300円ということですね。まあ、で時間聞いてくれと言って、受付の方、別のところに受付だった、そこに呼んだらですね、今日400円と250円ですと、いうことでね、500円300円とそれぞれね、食券型券売機をしたらね、400円250円しか引かれないというね、650円です。90分間入らせていただきましょう。そして空いてるところならどこでもということで、4番決番で5番に入らせていただきましょうね。はい、あ、落ちた。はい、なんとかしましょう。はい、ここは畳じゃないけど似たような台があるね。あ、この匂いがこそです。こちらね、この清姫温泉さん家族湯月決め会員定期券ですね、これね。はい、限定10名ずつで、データイムオンリーとフルタイム6000円、1万円、1日1回限定というねことになっております。このようなです。私はペイです。あ、紹介漏れしていました。はい、先ほどはねエアコンタダだったんですけどね、このエアコン有料っていうのもね、南九州の家族風呂のね一つの典型的スタイルですね。このコイン式の、ね、電源オンオフ式でエアコンだいぶ骨董ですね。もちろん今日は冬なんで関係ありません。みんな無料の扇風機でいいんじゃないかな。キャキャキャ。はい、もう明らかにゴーンが響いてるけど、ちょっと入ってくからね、入ってみましょう。おお、すごい豪快な影流しです。暴力かけ流していってみましょう。はい、先ほどもう感じられてるので大丈夫と思うんですが、ちょっと暑いんじゃないかな、これ44度ありますね。はい、お湯を止めましょう。はい、止めましょうこれは暑いよ。はい、ちょろちょろしましょう。はい、これはちょっとどうしようか、1から入った後に水入れましょうかね。はい、40度ですね。はい、おお、暑い暑い暑いけど、なんとか頑張って疲れましょう。さあ、疲れた、なんとか疲れました。はい、そうですね、硫黄臭、硫黄臭、B モール臭ですね。さっきの 清滝温泉さんよりはだいぶ濃いです。まあ、だいぶちょっと濃いですね。そして、はい、さっきね言い忘れましたけど、ぬるすべありましたけど、ここもぬるすべ、メタケイさんだと思うんだね、これね。はい、ということです。味は、清姫さんと二等系統ですね、のなんかほうじ茶を染めたみたいな感じのことになります。さあ、あまりに暑いのでちょっとすいませんが、一旦、水で埋めます。出て90度あるからね。よいしょ、暑かった。はい、水も同じような状態で
豪快に出ましたので、わずか1分で43度まで下がりました。これなら入浴ができます。もう少ししたらお湯を再開してみましょうね。はいはい、いろいろ送信とかしてから改めて使ってます。このくらいのかけ流し量で43度弱ですね。ちょうどいいですね。はい、やっぱりここ、そうですね、B、硫黄州だね。何言ってんだって、すいません。B、硫黄州ではだと思います。やっぱり硫黄が甘い硫黄の香りがね、もう乗っかってるという感じで、非常に素晴らしいですね。じっくり。ちょっとこれついてるの手伝って、モールの色じゃないかな、この茶色。はい。モールっていうのは、石炭の泥炭になるさらに前の成分が、有機物としてはもうこれ以上あまり小さくなれないぐらいまで分子量200から300らいまで分解された炭水化物ですね。それがアモールという黒い成分です。はい、分蓄でした。日向山温泉郷清姫温泉家族風呂、このかけ流し量で43度弱キープしてますね。そしてペットボトルにここ陰線化なので汲んじゃって水で冷ましてました。っていうかですね、言葉が閉まらないんでね、それいうことで何をやってるんだって話ですね。はい、充電しながらお風呂の中にいじってる。持ってってよかった3メートルのライニングケーブル、ノラですけど。さあ、じゃあもうこれ飲んでみますかね。せっかくで冷やした、ある程度ね、そうか、冷えたから空気の温度が下がって開かないよ。ほんま開かないんだけど、これ開いた。左手弱し。はい、こちら飲んでみましょう。お、甘いよね。モールの味が引き立つね。これは B 硫黄臭 BB ぐらいで、やっぱり硫黄はね、やってるけど、やっぱ甘みとして残ってるね。これいいな、これ飲みたいです。帰りまでに飲みましょう。帰って空港までに飲みましょう。はい、清姫温泉さん大変堪能させていただきました。こっちがワニガセだから宿なのかな。そしてですね、さしたら晴れるという、雨が止むというね、謎現象ですが、雨が降ったんで傘出したら上がってしまいました。あ、ちょっと降ってますね、やっぱね、ということでした。はい、そして飛行機は普通に着陸に向かっております。今のところね、米沢が乗る予定の前の便については、東京から機材が来そうだということでね、次の便はどうなるんでしょうか。いやー、しかしよかったっすね、日向山温泉。どちらもモール線、メタ計算と思われるぬるすべがありましたね。しっとり。先生、場所待ってたら雪降ってきたんだけど、今年青森でしか雪見てないんだけど、まだほら氷がいっぱいついてる。もう、なんなの、なんで鹿児島で全国都道府県今年2番目の雪民の、こりゃ飛行機欠航になっても文句言えない。いやいや、それはさすがに鹿児島をバカにしすぎでしょって。鹿児島普通に雪降りますからね。雪降らないのは奄美沖縄だけですからね。はい、すいません、興奮してしまいました。はい、雪は止んだようです。というわけでこちら、日向山温泉郷清姫温泉家族風呂から徒歩300メートル日向山小前、本当に小学校があります。こちらのバス停、今向こうの赤信号の向こうに止まっている6分遅延ですね、これはね、多分ね。ということで、鹿児島交通バス垂水港始発の鹿児島空港行きに乗ってまいります。見たところ米沢が乗る機材、機体スカイマークの先ほど羽田空港を飛び立ったそうです。無事到着するんだぞ。というわけでこちらに乗ってまいりましょう。鹿児島空港行きです。はい、運転手さんに310円支払って降りましたね。鹿児島交通バス終点鹿児島空港、国内線バス乗り場の第2降車場でした。遅延は7分まで、拡大1分かかる。相当無茶なかっ飛ばししてたんだけどね。それでも遅延は拡大ですね。さあ、さっさと搭乗手続きをもう決め打ちしてしまいましょうかね。
搭乗券を渡しました。そして、まあ、荷物を預けるんですけど、リュックに入ってたノート PC2 台と、ノート PC 用バッテリー、革バッテリー、それからあと内山大先生にいただいた佐藤、これは、預けできないので逆にコートとかをこっちに詰め込んで、なんとか、まあ、本当重いんでね、2個はね、 MacBook Air と MacBook Pro なんで、会社と私物でちょっと移し替えを頑張りましょう。はい、なんとか無理やり詰めました。重さこれ変わんないんじゃないかな。あ、軽くなった。おお、こっちの重いね、こっちいいか。はい、あ、ね、飛行機乗る前も、ね、頑張りましょう。はい、手荷物預けも終わりました。なんかね、これまでと違って先にね、こっちでカウンターで受付してから荷物検査でしたね。鹿児島君こうだっけか、忘れちゃいましたけど、ちょっと投資に時間かかってましたけどね、まあ、預けた陸 7.2 キロってことで、これ多分8キロぐらいあるってことだな。はい、そんなわけで、さあこれから飲んだくれましょう。はい、鹿児島空港、ちょっと高いんですけど、単価がね、まあ、仕方ない。大空食堂777が正式名称だそうです。こちら入ってまいりましょう。はい、大空食堂さん、とりあえず3品頼んでみて、あと芋のうち、芋が100種類ありますって言って、あ、メニューないんですかって当然あって出てきました。まあそれとはそれとして、はい、まず生早く飲み始めましょう。生ウェイです。朝日札幌、恵比寿から選べて札幌にしました。鹿児島で札幌です。うわ、多分今日ももう、4時間近くは延べ温泉入ってますので気持ちがいいね。はい、ということです。そしてさらに京阪はバイキングなんで食べ放題ですよ。はい、で取ってくるときは自分で取るんですけど、マスクしてね、手袋してて普通のバイキング対応ですが、はい、その前にこれ食べちゃいましょうね。これ黒豚味噌ってやつらしいよ。黒豚味噌、なんですかね、これ練り込んであるんですかね。黒豚と味噌練り込み、これは芋に合うやつだね。これは長持ちするやつだね。はい、味わってまいりましょう。じゃあまずケハン取ってこなきゃね。はい、ケハンバイキング取ってまいりました。要するに白いご飯なんですね、これね。に、錦糸卵、椎茸、それからたくあん、刻み紅生姜、ネギ、して、わさびが書かれてますけど、わさび、海苔、まあ、こういうものかけまして、そこにね、あの鶏飯スープ、つまり鶏を炊いたスープですね、まあ、これを好きなだけかけるというね。でちょっと若干鶏の数が残ってますけど、まあ、鶏を煮たスープってことでね、奄美大島の、これはもてなし料理だそうですよ。もてなし料理にしたらだいぶジャンクな感じがしますが、鶏が希少だったってことだろうな、多分な。はい、いただきましょう。鶏スープが濃厚で、これはいいですね、うん、しかもこれ600で提供できるわ、これ。なるほど、アイディアです。うまい、これは当てにもなりますね。こんだけあるとちょっと目移りして何を選んだかわからないし、昨日飲んだ5種類ともダブリがあんまりない、2つだけですから、2つは食べて別にいいのか。さすが芋文化、薩摩ですね。お酢も含めてね、ヒューカも含めて、まあ、というわけで、まあ、何選ぶか困ったんですけど、とりあえずこの320円の廉価版ね、普段使い用の、これですね。でこの旭焼酎ってこれね、これあの、まあ、平田山酒造なんですけど、これどうもね、看板とかね、グラスの宣伝でよく見てて、お湯割りを頼んでみました。なみなみだね、いただきましょう。お、飲みやすいと思ったら後味で芋がガンにきますね。刺さる感じ少ないけど、芋の味は強いですね。甘い感じ、そして臭さもわずかにある。いいですね。京阪バイキング2杯目、錦糸卵を省略してね、あとごまを追加して、ごま忘れてたので追加してました。わさびたっぷり、全体に京阪の鶏スープを味わいたい、そういう落とし頃です。うん、味変わりますね、これ。楽しい。
精一杯キングですよ。焼酎2杯目、普段使い320円版ですね。また日向山静雄さんのこの黒麹の濁り黒ってやつはね、特に濁ってないけど弱ってる状態で、いただきましょう。おこれは芋の臭さが割と出てますね。いいですね、大好きですこういうの、はい。そしてしびれ余韻は少なめ、しびれ多い、しびれ最初しびれきて余韻消えてきます。で余韻も少なめですね。素晴らしい。トリカーポン酢、そうこれは一般的には九州全体のものだと思うんですけど、なんか一味加えてるな。というかもともとこの鶏釜が塩に漬けられますね。煮こごりになってないこれ。訓練液につけてたりしないのは違うな。なんかでもそうですね、だしにつけていったりつけたったやつがポン酢になってる感じですね。味は深いんだけどちょっとこねくり回してるかも。なんかしなくはありません。うまい、うまいものはうまい。焼酎3杯目、ロックにしてみました。吹き上げの小松立脇ですね。さあ黒麹上圧上流らしいよ、事前調査だと。お湯にしたらめちゃきつい気がするんだけど、ロックでいいですね。明らかに臭い、そして、後味は少ない、あ、ないないな。最初こう口の中にバーンとこう芋のね、ねっとりじゃないな、芋臭さが広がるんだな。これで臭いっていうことですね。そしてそれがいいですね。ロックでよかったな。ついに320円焼酎を脱却し400円あんまり変わんないけどね、これ魔王とか1000円なんでね、あんまり変わりませんか。宝山吹き上げの宝山です。ロックにしました。これ日酒造ってことで、まあ富の宝山は米沢よく飲みますけどね、東京でも富の宝山よく出回ってますが、宝山これは普通酒ですね。普通芋ですね。普通芋というか普通の焼酎です。要するに普段使い用ですね。はい。そして、これ実はこのね、西酒造さん、富の宝山を開発したので有名ですけど、米沢的にはね、おとといの晩、食べた、吹き上げ庵さんね、そばの、鹿児島のそばのチェーン店を、この場で食べる。あそこのね、一本締めっていうね、謎の氷割り焼酎と、缶漬け焼酎ですか。あれが西酒造の開発なんだね。まあ、それも縁とみなして400円のこちらをいただいてみましょう。うん、あこれもちゃんとそれなりに芋臭いね。そしてロックにしたことで、あこれ後味もかなり芋臭いのきますけど、それが甘さになってるね、ロックでね。大正解結果論だけど、いやいやいや、うまい。あれですね、豚骨味噌煮を頼むつもりがこれなくなりましたね。なしってことですね。でそして5杯目の焼酎明かりの村、これは500円だそうです。な、霧島市ですね。この空港と同じ霧島市に属しておりますが、明るい農村といえば米沢小学生の時、東京で毎朝見ていたフェイバリット番組、日曜日は明るい巨村だったんだよ。本当に見てましたね、毎日ね。はい、という謎の、その番組、 NHK の番組とは直接の関係はないと思います。いただきましょう。白黒ブレンドらしいお紅茶。値段がここまでで一番高いのに芋の臭さが一番あるんじゃないでしょうか。しかもロックにしたことによって、さっきのね、宝山は、臭さが甘くなりましたけど、これは臭さがそのままストレートに刺されますね。こういうのを最後に飲めるっていうのはもうね、6杯目はさすが無理なんで、こういうの最後に飲めるっていうのはありがたい話ですね。はい、チョイスは偶然成功したということで、自分を褒めつつ今年の旅行の最後の飲み締めとさせていただきましょう。飲んでおりますが、これがもうそろそろ時刻的に持ち止めでしょうね。そして K
鶏飯バイキング3杯目1杯200円ですね。安すぎますね。そして今回は鶏肉いっぱい取れた。そして、今回しいたけを抜いて錦糸卵を入れたという感じですね。はい、わさびはたっぷりよ。そしてね、紅生姜、たくあんたっぷり。うまい。そしてここで初めて鶏肉に染みたスープの甘さがわかる。なんのこっちゃ。味覚がおかしいだろうよね、そうってことですけど。はい。こんなのを贅沢にいただきながら、本日のセルフ打ち上げの締めとしてふさわしいんじゃないでしょうか。はい、大空食堂7773鹿児島空港の会計4000円弱でした。もう明らかにこれは鶏飯バイキングのおかげだね。あと豚味噌か黒豚味噌か。あーね、焼酎5杯に中生1杯でこの価格はね、その両者のおかげとしか言いようがない。これはライフハック、違う、トラベルハックではないでしょうか。大空食堂ならならたんさん、ごちそうさまでした。はい、大空食堂退店して、いつも修羅場になる保安検査、というわけで MacBook やと MacBook Pro 分離、あとこれはペットボトルどうしよう、捨ててもいいです。うちで大先生にいただいた茶道、そしてモバイルバッテリー Android、それから、ノート PC 用のモバイルバッテリー、それからベルトを、そして今撮ってる iPhone、 これで通過で参ります。無事嵐のような、保安検査終わりました。温泉水の明らかに用酒のするペットボトル、モール酒か、普通の人は多分用酒と言うと思います。のペットボトル、匂い嗅いでないんで、匂い嗅がなくなってるんですか聞いたら、嗅げませんからって。そりゃそうだ、コロナだ、当たり前でした。なんか比重測る機械で見てるだけでしたね。そんな感じ。比重なのかどうかわかりませんけど、何かで機械で見てましたよ。非接触のね。さあ、ちょっと落ち着きましょうかね。はい、トイレで歯を磨いてるうちに登場が始まったようです。まあぶっちゃけですね、飛行機で感染した例が出てんだよ、コロナで。ね、論文に出てんのになぜか日本政府はそれを宣伝してない。まあもっともマスクしてないって話なんで、マスクすればね、ってことですかね。まあ、夜行バスよりはマシな気もしますけど。そんな感じで間もなく登場開始です。この列は全部奄美大島行きのピン、欠航したの JAL とか全部欠航だから、今年のね羽田行きは全然行列がないっていうことだね。はい、そんな感じですね。スカイマーク308便羽田空港行きの大島空港です。無事になりました。30円、入るもんだね、このバカでエナメル、バカでかいエナメルバッグ、偽エナメルバッグ。皆様、この飛行機は間もなく出発準備が整います。
た仕事も、そしていつもきっとカットです。まさかにまた来ました。揺れたね。過去100回以上乗ってる中で一番揺れたんじゃないかな。まだまだ甘いかのようなさ。無事荷物を受け取り移し替えて、あ、ショルダー楽になったと思ったけど、送料は変わっているわけがないというサルレベルの米沢の西間ですが、はい、乗りましょうね。京急半楽五大師第二ターミナル駅から始発エアポート快特品品川のやつあった駅です。ボックス空いてるかな、乗っちゃおう。はい、グラグラしてて、レースが取れませんでしたが、押し上げ戻ってきました。はい、5日ぶりの東京やって地元を渋谷、これ渋谷じゃねえよ、地元を渋谷。東京都23区内で唯一、東京都23区内で唯一、無症状でも疑いのある人には保険適用で PCR やってくれるね。墨田区ですよ。住んでてよかったし、墨田区。元はといえば、日本の空論城塞と言われた、同潤会柳島アパートに母が住んでいただけですけどね。そこの母の所有物を、米沢が、に住んでる。立て直したね。奈良県が出てる。母に感謝してねばいけません。というわけで今年の旅行はこれで全て閉まりました。年間何回行ったんでしょうね。7月はまあ25日間旅出てたんで、それを1回と数えると結構少ない気もしますけど、いろいろと面白い旅行できたと思います。本来ならば明日から年越しで、
東京近郊間最長大型お参りする予定が終夜運転中止で明けなく中止、そしてその後実家に行きますが、4日からの予定の、北海道道南旅行ももちろんコロナで自粛ということで、次回の旅は年を越した後1月9、10、11、鳴子温泉連泊、もちろんその前に PCR 検査やって陰性だったら行くという算段になっております。今年も旅のレポートご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。